うも、人材ベースボールチャンネルのジンです。今回はね、石井和久 GM が再就任したということでね、まあ、石井和久シニアディレクターからまた GM に再就任したということで、まあ、これが非常にめでたいことなんでね、まあ、よかったらね、この動画最後までね、まあ、見ていただけたらなと思うんですけど、まあ、石井和久 GM はなんでこんなにね怖そうに好かれるのかっていうね話をしていきたいと思ってて、まあ、石井和久 GM って結構なんかうっすら悪いイメージ持ってる人多いじゃないですか。こう3位は B クラス発言とかそういうので、まあ、結構ねうっすら悪いイメージ持ってる人多いと思うんですけど、まあ、じゃあ楽天を毎日熱心に追ってるファンからすると本当に石井和久 GM って好かれてるんですよ。俺なんでなのかっていうのをねちょっとね解説していきたいと思うんで、よかったら最後までご覧いただけたらなと思います。まず石井和久 GM によくある批判について語っていきたいんですけども、まあ、というか楽天によくある批判ですよね。まあ、一つ目は平石姉妹を放出したっていう生え抜け放出問題と、まあ、二つ目は3位に B クラス発言、まあ、これ結構よく言われるイメージありますよね。3位は安楽問題ですよね。まあ、ここら辺はねよく言われる問題かなと思うんですけども、まあ、ここら辺については結構思うところがあるんで、まあ、ちょっとね一つずつ反論していこうかなと思います。まあ、一つ目の平石姉妹を放出したって話なんですけども、まあ、当時の姉妹は晩年も晩年で、まあ阻止率も0割とか で打率も1割みたいな感じでしたよね。他球団なら引退勧告ものの成績だったと思いますし、まあ、例えばソフトバンクとかも松田の信弘とかをね放出したりとか、まあね、よくある話だと思うんですけども、だからねそこの中で、まあ、引退勧告ものの成績なのにもかかわらず出場機会を考えてヤクルトに放出してあげたっていう温情の放出なの。そう、島があの成績で、まあ、まず1軍で勝負させてもらえないみたいな言うのも、まあ、ちょっとどうなのって思いますし、まあ、そこら辺を考えてヤクルトだったら出場機会あるよねっていうトレードなのに、なんかこれ楽天側がどうこう言われてるのがおかしいと思うんですよね、個人的に。で、平石監督も、まあ、2軍が適正で結局どの球団でも2軍に回されるようなねこう人事異動をさせられてるので、まあ、それを拒否して他球団に移籍っていうのを繰り返してるんで、まあ、平石監督を2軍に回すっていうのも、まあ、結果的に楽天が正解だったんじゃないかなって思いますね。だけど平石監督は2年やってますからね。ちなみに2つ目は3位は B クラス発言だと思うんですけど、まあ、これはね結構悪意ある切り抜きだと思ってて、というのもその当時の発言をよく分解すると、3球団に分けたら3位は B クラス で5位以下は C クラスだよね、で A クラスは西武とソフトバンクだから上を目指してねっていう発言なんですよ。当時西武とソフトバンクとはもう確か結構ゲーム差離されてましたよね。10ゲーム差くらい離されてて、この辺でいくと別に発言的には妥当なんすし、 ですし2023年とか例えばソフトバンクがズバ抜けてて2位から4位まで差がないんで、これもだから2位は B クラスみたいな感じです。逆に言うと、だから逆に言うと楽天は事実上の A クラスなんじゃねえのっていうね、そのね2023の成績でもあります。こう3位は B クラスっていうのが、なんだろう、こうメディアによってめちゃめちゃこう、なんだろう、悪意ある切り取り方をされてて、何 J まとめとか、まあ新聞社とかもそうなのかな。だからなんかここら辺がなんかすげえ悪意あるなっていう、こうなんだろう、風評の広め方してるなって思うんですよね、個人的に。この発言に関しては別になんか元の発言切り取ってみるとそんなにおかしなこと言ってないんですよ、 CGM。 で3つ目は安楽問題ですよね。まあ、そもそもこの問題にしてはバカ真面目に対応したのが偉いなと思ってて、だってこの問題を公にしたら絶対そのなんだろう、楽天の評判が下がるの分かりきってるじゃないですか。で選手の告発を隠蔽可能な問題でしたし、まあね、こういう問題って、そのなんだろう、世間に公にしたらなんかこんなのありえないってなるけど、実際体育会系だとまあ、稀によくある問題じゃないですか。稀によくあるってネット構文ですけど、まあ、稀によくある問題なんで、これをなんか表向きにバカ真面目に対処したことが偉いと思ってて、俺は別に他球団でも稀によくあるんじゃないのっていう問題な気はするんですか。なんかいじめ球団とか言われてるけど、だからなんかこれに関してもなんかバカ真面目に対応したのが偉いなって思うし、なんか石井の責任取れとか言ってるけど、まあ それは確かにね問題だけどっていう話ではありますよね、これに関しても。正直石井和久が好かれる理由は主に3つだと思ってて、まあ、1つ目は的確な補強で、2つ目は意外と情に厚く慕われているっていう人間性のところで、まあ、3つ目はまあ似たようなところになるんですが、一貫した発言ってところですね。まあ、まず一つ一つの項目見ていきましょう。で石井和久が好かれる理由その1ってところなんですが、まあ、まず的確な補強ですね。まあ、補強ポイントをとにかく的確に分析して指名をしたり、ドラフトの指名したり、まあ、トレードを取ってきたりするんですよ。まあ、トレードとかはまあちょっとなんだろう、プロスカウトの目なのか、なんかこう補強してもなんかこううまくいかないみたいなところが多いんですけど、例えばそれでも20後半の内野手がここ空いてるから横を連れてきたとか、渡る
誰に連れてきたとか、そういう補強ポイントを的確に分析した上でその選手が活躍しないみたいな感じですし、まあ、ドラフトとかもここが補強ポイントで薄いって思ったところの分析が的確なんで、例えば田中和樹が新人王を取るほど活躍してもやっぱり外野薄いなと思って辰巳連れてきて結果大成功だったりとか、まあ、とにかくその選手層とか年齢層の管理が素晴らしくて、それで補強がかなりうまくいくというようなところがやっぱり評価されてますよね。でドラフトがとにかく手がかくて、でドラフトの選手ほとんど活躍してるじゃないですか。これはね本当に石井和久 GM の大きなね貢献の一つだと思いますし、まあ、とにかくその選手に好かれてるし、まあ、人柄がすごいいいんで人が寄ってくるんですよね。例えば鈴木大地選手とかもあんまりねそのなんだろう繋がりなかったはずなんですけども、石井和久 GM と話しても楽天に入団を決めたりとか、そういう人に好かれてるため人が寄ってくるみたいな面も強いですし、まあね、そのせいかやっぱり石井和久 GM になってから残留する選手非常に多いですよね。多分 FA で出ていったのなんだかんだ松井裕樹選手しかいないんで、まあ、それはね非常に大きいですよね。だからやっぱり資金難になってもそれなりに楽天ってやってるなっていうのが大きいですね。まあ、これはねやっぱり石井和久 GM のね人柄もあるんじゃないかなって個人的には思いますね。2つ目は意外と情に厚く慕われてるってところでね、まあ、残留する選手や引っ張られてくる選手が非常に多いのは、なんだろう、コネとかよりもこう石井和久 GM と話してみて意外とこの人いい人だなってなって結構好かれてこう寄ってくる人が多いんじゃないかなと思いますね。まあ、あとやっぱりねこう発言的にも東北に優勝を見せたいとか東北を思ってる一貫した発言も多いですし、毎年ね選手にね誕生日祝いみたいな、ね、動画が YouTube から上がってることからもやっぱりこう選手にも慕われてんのかなっていう面が非常に強いなっていう感じるね、だから意外とねこう情に熱いんですよなんか選手思いの結果そのトレードでこう活躍する場を与えてあげたりとか、石井和久を知っていけば知っていくほど意外とこの人情に熱いなっていうのが知れる監督ですよ。監督だったり GM だったりするわけですよね。だからここら辺がファンに伝わって好かれてるって目も強いのかなと思います。で3つ目は一貫した発言ですよね。まあ情に熱いってのもそうですし、まあ今江前監督とかと違ってこう発言が一貫して原稿一致してるのが非常に大きいかなと思います。まあ、例えば東北に優勝を見せたいからこう一貫したね補強してるってのもずっと言ってますし、中長期的に強くするっていうのも一貫した発言ですよね。で2軍の育成環境を整えるとかも就任時からずっと言っててそれを実行し続けてるんで、まあ、それのね原稿一致した、まあ、一貫した発言っていうねこう発言のねなんだろう統一性が取れてるっていうのは、まあ、結構信用できる人間のね、まあ、いう条件かなっていう風に感じますよね。やっぱりその石井和久 GM のそのライト層とコア層の一番のねこうなんだろうあの印象の違いって結構その石井和久って無表情でこう細込みがある人間だと思われてるんじゃないかと、結構なんだろう人となりを知らないとあの冷たい人間なんじゃないかって思われるところが結構その嫌われちゃう要因なのかなと思ってて、ちゃんと石井和さんの発言とかを追ったり石井和さんの言動とか、まあ、あるいはこう行動してる理由とかをちゃんと分析していくと石井和さんって人間味すごいなっていうところが人情に溢れてるなっていうところが分かってくるので、そこら辺でこう怖そうとライト層のこう乖離がね生まれてんじゃないかなと思って、石井和さんねめっちゃ楽天のこと思ってるし東北のこと思ってるんで、まあね、ぜひねそういうところを知っていただきたいなっていうところをね思ってねちょっと動画作っていただきました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。それでは。